g a d t h a i t a Gepari, g o t i Kopan k a u c h a r i Gautha Gita Gepari, g o t i Kopan k a u Charin, J.J.J.Nepal, Sundar Santa Vishal, Sundar Santa Vishal. はい始まりました金曜オリジンチャンプルをお届けしておりますのはリーちゃんとラムちゃんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします、ね、今日さ久しぶりに晴れたからさ嬉しいんじゃねそうですね朝晴れてたからちょっと写真撮りたくなって、うん、写真撮ってからツイーターに載せましたね <laughs> 今日載せたそうな久しぶりに <laughs> はい なんか朝ね、夏みたいな感じで、そうそう、太陽が出てきて、はいはい、なんか昨日もね、曇りで、あのー、雨降らないって天気予報だったの、ガンガン降ってたから。ですよね、<laughs> なんか冬なのに雨が、ガガンガン降ってます、ね、そうそうで、で今日もなんか天気予報は、なんか曇りのち雨みたいな感じだったけど、結局ずっと晴れてるからさ。 そうですね今日はもう天気が良かったですね朝ちょっとは晴れるかなと思ってたんですけどはい、はい、まあ今はまた寒くなってるんですね、はい、で暗くなるのは早いんじゃないですか、ね、ラジオ終わったら帰るとき暗くなってるんですよねうん、うん、やっぱりああのまあ、冬の方がもう、うん、あの、えー、と暗くなるあれが早いですよね時間が。ももうもうねもうあの 昼帯の時間が長いの方がいいですよね。あ確かにね。うん、確かにそうですよね。いや、もう、あの、寒い、なんか。沖縄寒くならないですね。うん、あ、今年は全然寒くなら、ないでも、これから結構寒くなるっていうふうには,は。これからって、いつ、もうすぐ一月になるけど。これ、十二月末よ、もう、あと二週間ぐらいしたら、結構寒くなるって。寒くなっても、一週間ぐらい寒くなるね。あのその後、また。<laughs> また、夏。夏になるけど。おの、うん、沖縄は。 沖縄はこれから寒くなるから1月だたい2月ぐらいまで結構寒くなるかなでもでもねまだ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 だだね<ー> <laughs> これ冬服が全然なんかつけられないというかこのクローゼットに入ってるけど。 ああこういういなんか冬服つけたいなと思うけど全然つけよう,というですよそれがそれが自分も買い物しに行こうと思ったらうん、うん、全然寒くないし普通の T シャツでもいいし買ってももうねもう飾るじゃないから。 もう買わない方がいいのかなと思って、もうもっと寒くなったら行こうかなと思ってますよ。うん、そう、もうね、昨日ねたまたまあのサンエインプレスに、ああサ行ったんだけどでセールが始まったってことで。今日ね今日つけてるのは買ったの昨日。あすごい似合ってますね。イエロー。あいやいや私エイーローの方が好きですよ。そうです、ねはいはい、明るいね元気な気持ちになるな。もう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 元気なんか元気ですけど声がちょっと今日はなんか元気じゃないな。<laughs> 元気じゃないな一問割れてるリエさんが今日は全然元気が出してないから <laughs> 元,気か元気ですよ元気ですかご飯食べてきましたちゃんとご飯食べてきましたよしたよ,よかった<ー>心配しますよそう、うん、すごいこのセーター似合ってますね似合ってるさっきから言おうと思ったんですけど昨日ぐらいからやっとセールが始まった ところなんだって。ああ、そうなんですか。そうそうそう。え、メインプレイスで。そうメインプレイスで。ああ、行こうかな。うんうん。メンズメンズの洋服も安くなってましたよ。ああ、そうなんですか。そうそう。じゃあ行ってみよう。今日はちょっと無理だな。だからそれでね、セールだから冬物のの可愛い洋服探そうかなって思うんだけど。はいはい。もうサンクレセ。うん。あれよ。 <laughs> あのまだ寒くないからか冬服をさもっともこもこした洋服とかつけたいけど全然そう買う気持ちが出ないねあーそうですよねこれぐらいの薄い薄いさカーディガンみたいな薄い生地のものの方がまだ欲しいなってなんか買ってもいいかなと思うけど沖縄の薄い沖縄は薄いでいいですよ、うんうん、東京とか旅行とか行く時もあっちで買ってから旅行してまたあっちに置いておけばいいですよ <laughs> うん もう全然なんか東京とか今から雪降るんじゃないですか1月ぐらいにはもう大阪も寒いと言ってましたから <あー S 1> 沖縄は全然寒くならないな,な全然寒くならない今日は23度ぐらいじゃないあな23度ぐらいになってるかなと思いますなんかチーキャ,キャス画面のラムちゃんのネームの色黄色いのはオリジンアワーしようかなっていうことで まあうんうん違いますよ。私はネパールだから。ネパールだからネパールだから特別なんですよ。あのスパイスの色ですね。そう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 。まかなあの文字の中にもスパイス入れてるんだから、キリくなってるんですよ。スパイス。スパイスね。ところでですね、ネパールは今えっとめっちゃ寒くなってますよ。あ、そう何度ぐらいになるのかな。もう自分が住んでるところはえっとまあ。 10か,から15ぐらいかな、えー、で、えー、とお昼はちょ,っとちょっとだけ太陽が出るんですけどそういうパターンですけども、うん、一応あのあ山とかには雪が降って大変なことになってますよ、えー、でヒマラヤはもうもう行けないですね冬はヒ <laughs> マ,、ね、マラヤはもうもう本当に大変なところになってるんでヒマラヤの人が全部みんなあの下にあの山の方に引っ越してるはずですけども。 でですねネパール今あの結婚のシーズンなんですよ今月ははい結婚したい人は結婚するシーズンなんですけどもいやネパール買いたいなシーズンが始まってるじゃんそう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 だからリエさんも今月だったからまあネパール人ですねやっぱり。 シー,ズンシーズンが待ってから結婚するってことは <laughs> あそうなんかあるんじゃないですか何月はもうやっぱり結婚するシーズンとかなんかあるんでしょうね沖縄もはい沖縄もっていうか日本は6月6月ですかジューンブライドって言ってこう結婚するシーズンと言われてますねああですよねはいネパールはもうあー6月って暑い夏ですよねははうん、うん、はいはい、はい ネパールは今、どんどんみんなコロ,ナコロナ出てるけど、なんでみんな結婚してるのか分からないんですよ、<laughs> 人が集まってるし、ネパールの結婚式もすごいですよ。あだろうな。で、親戚みんな集まったら、だたい300人から500人ぐらいは集まるんで、はいうん、でおうで集まって、もうそんなに人数集まるのにコロナ大丈夫かなと思うんですよ。あそうだよね、はい、だけどみんな大丈夫って。 結婚式やってるの？今あの,の。やってます。毎日やってますよ。<ー>か毎日。Facebook とか見たら毎日なんかお祝いしてるんだ。自分の友達も結婚してやつはどうすようみたいな感じで。折りたきまでかなって。<laughs> <ー>いやもうすぐあのねネパール帰らないととか <laughs> はい、はい。彼女作らないととかですよね。<laughs> いや大変だな。<laughs> 皆さんも笑うだけじゃないですよ紹介しないと手紙渡してるだけじゃないよちゃんと誰か直接「<laughs> あの私は君が好きだよ」っていうふうに言,言うようにしないと伝えるようにしないとえー、手紙渡すのにドキドキしてからめっちゃドキドキしか <laughs> ちんと気持ちが伝わらなかったら <laughs> もったいないさこのなんかなんでかな好きな人にはなんであのまあ自分の気持ちのこと伝えられないんだろうな <laughs> ねなんでかな もう女性は言えるんですよねいや人によるよこんな言えない人もいればゃあのもう積極的に好きになった人には好きという人もいるしなんかめっちゃドキドキしますよ言う時はもう今日は言えるかなと思って<ー>目の前にいたら何か話が変わっちゃってみたいな感じうん、うん、で言えないんですよね何もこのさ<っ>ラムちゃんは好きな人がいてはい、はい、まお互いお互い好きかもしれないなっていうさ 相手も相手もラムちゃんのことが好きでラムちゃんも彼女のことが好きでもほちゃんと告白してないし付き合おうってもなってないからでもちゃんと進みたいなこの二人の仲がしんなんかな進みたいなってなったらはい、はい、やっぱ伝えた方がいいしで、まあ、伝えられなかったらなんかこういい二人だけのしなんかシチュエーションになった時に。 なんかカットちょっと抱きしめてみるとかそういうあの,のはないのかな<ー> <laughs> ちょっとさ女性がキュンとするようなあやっぱラムちゃんって私のこと好きなのねって思うような瞬間があったらもうその直接、まあ、言わなくてもなんか通じたりすることもあるかな,なると思うんですけどじゃあそれ教えてくれないとリエさんはまずは。なんで まずは自分が結婚してもホッ、うん、としてからお家にいるんじゃないよ。<laughs> いやいやちょっとは私にも教えてくれないと <laughs> もうこういうことしたらもう好きになれるとか全然わかんないし、みんなどうになってるのかな。なにラムちゃんは女性好きな人がいたらはいはいなんていうのあのどどんな風に接するの？えー、好きよ,よくよく話するの？う <laughs> 話はしますよ。それでなんて二人で遊びに行こうとかって誘う？ あ一応誘いますね、はいはいはい、誘ってなんかお互い気持ちがあったら一緒に手つないだりとかもするのえー、もうまあなんかすぐはちょっとあ<ー>、うん、まあしないですねそれはなんかネパール人だから <laughs> もうそういうふうにはならないかもしれないですよ。<laughs> <ー>ね,ね、うん、ネパールの方はどう,えどういうふうに愛情表現パー好きっていうのを伝えるのネパールの人は、うん、えとあれですよ まずは告白してから付き合うんですよ。告白して二人はオッケーって、うん、なってからなっら。なってから。まあ、その後じゃあ付き合うみたいな感じなんですけども。あ,あ、そう、そうした後に手繋いだりとか。うん、そう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 、スキンシップがあったりするわけですね。うん、うん、そうですよ。その後ですよ、ね。じゃ、そのラブちゃんはその好きですと、こう使い、付き合いましょうっていうこの告白からまず。突破しないとさ、もう <laughs> なんか <laughs>。 おすすめないぞ。まあまあいやもうどうどうどうですかねもうじゃあもうあのねもうあのえっとリエさんも紹介されたんでしょ？紹介されたよ。そうそうですね。まあまずは自分にもね紹介お願いしますね。どねどんな人が何同じネパールの人がいいの？いやネパールの人紹介できます？できない。でか探すわけ。あのラムちゃんの学校の先生とかに聞いてから。 まあなんリリウさんがラムちゃんの彼女を探すみたいなテーマになりそうだなで今日は学校に来てましたよみたいな感じになるかもしれないな、うん、だからこの同じくらいの年齢の子がいたらいいじゃない考えるんですけどねどうになるんでしょうかね。うん、この学校にいる時は あみ,あみんながみんなネパールの人じゃないもんね女そうですよインドネシアベトナムとか、うん、まあまあいろいろあの国の人たちって、うんね、東南アジアジ系の方々かな、うん、で学校って勉強しないといけなかったんですよはい、はい、まずは勉強に集中しないといけないしまあそういうタイムがなかったかもしれないねタイミングが悪かったですね学校は。 で今はね、その学校の時の友達と今も遊んだたり会ったりはしてる。いや会ったりしないですよ。今仕事だから忙しいんですよね。あそうなんなんでかな。俺だけ暇かな。その中で何ていうの気にな実は気になってた女の子とかはいない。いたよ。いた。はいいるさ。いたけど。えいたけど。彼氏いるよ。あらま。 あ、誰この、なその気になってたこの彼氏は、沖縄に来てから、できたのかな。いやいや、もともと前からいたみたいですね。ね前からいた。はい。<あ>で、うん、ずっとあれで、まあ、今から結婚する、みたいですね。ああ、そうなんだん。だからですよ。うん,うん、うん。だから、今から、まあ、募集してますので、皆さん。なんか。 ちょっとお名前呼べないんだけどえ私呼べないんだけどはいはいギャヌバッタギャヌバッタさんラムちゃん Google に検索してみ見たら見つかるんじゃないっていやいやいやだから OKGoogle、OK、って言ってからこのなあ Siri に聞いたら Siri に Siri さんに僕はし違うあの iPhone の Siri っていうあ,あー Siri に、うん、聞いてじゃあなんと,なんとあのあれじゃあ彼女が欲しいんだけどどうしたらいいかなあの Siri <ー>に Siri に聞いて 彼女が方針ですけどけど,どうしたらいいか,かなーって言っていななあと好きな人ができた好きな人ができたんだけどなんて言えばいいかな告白なんて告白したらいいかなとかさああ勇気が出ないでしょ。<laughs> おしです。自分はあのまたアイフォンじゃないからスリーがいないんですよ。いないの？はいはい。あ、そうなんだ。だからよ。だから寂しいよ。あ、だあの国分寺のカットちゃんさんが修理のすけさんに聞いたらって。いやいやいや、修理のすけも彼女いないから寂しいですよ。修理のすけ。修理のすけさんもね、いろいろ聞いてるんですけれども、そういうことですよ。いないからもう。え、まず好きな人から見つけないといけないもんね。 ああ、そうですよね。まあまあ、探しますよ。探すの。探しますよ。まだまだ時間があるから。若いだしね。若いだから。あ、そうなの。まだ二十代げだから。一回で、もう来年のは二十七になるけど、二十から。一回で。すぐ飛んでから。すぐ飛んでから。はい。はい。そういう自然で、みんなね。ネパールはそういう自然になってますよ。はい。わかりました。 えーと今日はですね、はい。あのちょっとゲストがあの来ることになっておりまして、ゲストですか？はい。なので、はいはい、えー。一度ちょっと CM を挟みましてゲストの方をお迎えしたいと思います。あーはいじゃあもう向かってからあの説明するということですか？そうそうですね。で、えーとメールもいただきたいので、ラムちゃん先にメールアドレスをお伝えください。はい、ではメールアドレスをお伝えします。はい。メールアドレスはオリジンアットマーク FM 那覇ドット JP ですね。すべて小文字で。 O r i g i n origin アッドマーク f m n a y a n a ダット jp ですねぜひメールたくさんくださいでは CM ですどうぞ これからの生活に求められるのはきれいで安心できる空間カルテックが開発した除菌脱臭機ターン d k は独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去カビや臭い成分まで除去し空気をきれいにします大切な方へ安心できる環境を除菌脱臭機ターン d k のお求めはフリーダイヤル0120-390

ここれははんにちはなどという挨拶に使われる非常にポピュラーな内ぐ口ですはいさあシャモジ集合パークのオリジナルは始まりましたゲストの方いっぱい来てますよ今日はまずはめっちゃトイレに行きたい人来てますはいさあい,いはいさあいえー、そして次のゲスト<ー>えー、両手両足骨折してめっちゃ痛いなって思ってる方来てますはいさあい、はい、はいさあい元気元気 <laughs> えー、そしてですね はい、あれ、ハイサイ。わ、全然伝わってない。ハえー、そしてですね、オリジン代表取締役社長、前平ヒラ来ております。はい、お疲れさーん。お疲れ様です。お疲れです。あ、すみません。全然喋っ,ったんか。すみません。親しき中にも礼儀あり。ハイサイは気をつけて使ってねー。 も開けました。はい、えっと、今日ですね、この時間はゲストをお迎えしたいと思います。ゲストですね、はい、素敵なアーティストの方ですね。すごいですね、かっこいいですね。見てくださいよ。見てくださいよ、まず。自分の名前にも、もう赤いちいたので。ああ、そう、名前かで。沖縄人になったから。はい、今日のゲストは、えっと、アーティストのエイテンさんです。よろしくお願いします。エイテンです。よろしくお願いします。 えっとですね、あの、まあ、少しちょっとご紹介しましょうね。はい、えっと、千九百七年生まれの大阪のデザイナー専門学校を卒業した後ですね。うん、えっと、ペンキや色鉛筆を使用した作品とかですね。あと、鉄筋を、あの、素材としたオブジェなどを、あの、創作されているアーティストの方と。なっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、このですね。 エイデンさんが作っている作品を、はい、あのブログ等からちょっとごあの見させていただいているんですけれども、うん、大きい、ね、あの壁に、はい、あの外壁に描いてたりとかお花だとか、うん、動物とかいろいろありますけれども色合いもあの鮮やかですし結構あのすぐなんか見ちゃう注目しちゃうようなあの作品だなというふうに。 そうですか。う本当に。ですよね。はい。なんか見たら全部カレ味みたいな感じで見えてるんですけど。大丈夫？全部？黄色ですね。なんカレ味になってますね。すごい嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しい。今ですね、もうあのツイキャスの方でもあエーティさんだって言って、もう知ってる方もいらっしゃいますよ。はい。ではですね、まいろいろお伺いしたいんですけれども、えっと。 まずエイテンさんが、うん、あの普段どんな活動をなさっているのかお伺いしたいんですけれども、普段は,はい、はい、絵描いてます。そうですね。<ー>絵を描いてますね。<laughs> そのままなんですけどもも、アーティストだから絵を描いてます。えっ、ー、とどんなものにこの絵をイラストをイラストというか絵を描いたりとかされてるんですか。パネルとか、うんうん、まあ概要シムの隠し。はいはい。 まあそんな感じ、うん。あのね、<laughs> 先ほど少しお話を伺った時に、はいうん、まああのまあ十代の頃から、はい、こうクラブの方のまあ外壁とか、うん、まあ中の方のね、はい、あの絵を描いてももいらっしゃったっていうことで、ですね。なんかこんな十代の頃からこういう創作 意欲があるっていうか、創作こう表現ができるってことがなんかすごいなとまあ確かにね、うん、あのー、まあいろんな形で表現する方っていうのはいらっしゃると思うんですけど音楽にしろね、うん、ダンスにしろあの私たちがやってる演技とかねあのお笑いとかもありますけれども僕一応ブレイクダンサーですよあそうなんですか <laughs> <laughs> まあそんな感じで、ね、出てますからね,一ね <laughs> 似てもわかります、ね、はい。はい バレてるバレてるもちろん <laughs> かっこいいですからね <laughs> すごいななんかこういう、なんていうの、この絵っていうのがさはいはいこの自分の中から出てくるっていうのがね私たち絵心がないから <laughs> でこう出てくるっていうのがなんか不思議だなど、うん、どんな時にこう、なんか描きたいとかってなるんですか描きたい 音楽かな音楽聴きながら好きな音楽とか聴きながらそれ聴きながらよく書いてますねあすごいですね絵を書くのは自分は全然できないんですけどカレー味の方がぬれるけどちょっとラムちゃんもネパールのスパイス使ってから新しいね新しいねものがありますよね えー、でもなんかこれ音楽聴きながらって言っても、うん、あの単純にこう楽器の音だけじゃなくて、うん、なんか歌詞とかもあるじゃないですか歌の歌詞歌詞からもなんかインスピレーションとか音楽聴きながらうん、うん、アセッション、はいはい、ライブペイントとかかな。 かっこいいですね。<laughs> すごいじゃないですか、ね。こう、なんかセッションしながら、なんか出てくるものがあるってことですよね。そうよ出てこないよ。出て,いよね、出てこないよ。なえ映画見てから。はくんじゃなくて。<laughs> うん、えまあ、書きながら決めていくってい。ああ<ー>、書きながら決めていくんですか。いや、すごいですね。これは。うん、だから、ね、さっき話聞いたときに、こう、下書きはしてないって、そのまま。 そのままね描くっていう風に言ってましたのでそのままペンキとかね色鉛筆をそのままパッと使って描くってことですね。大体絵の具？アクリル絵の具かな。ああはいはい。それで一応描いてはいます。このなんていうんですか下書きをしないってなってあこれ間違えたとかこの線ちょっとこんな風に描くつもりじゃなかったの上に上がってしまったとかそういうことはないですか？それは老眼だから。 見えないそこまで色を付け足したりとかいろいろしたら間違いはないけどどうにか楽しく楽しくあのー、なんか最近は、えー、とホテルの方の、はい、えと壁にも書いていらっしゃるっていうことう結構前かな、うん、ああ結構前なんですね、うん 4年前ぐらいいに画を描いてますでもホテルの中とかやっぱアーティスティックなものがやっぱりあるとそうですね、うん、なんかいい気持ちになりますからねゆったりとした気持ちになったりとかもするし <laughs> こうなんていうかあの影響を受けたいって思うんですよこう入った瞬間にその雰囲気にこう感じたいってやっぱ思うので、うんうん、そこでなんか。 いろんな作品が見れると、うん、この気持ちも変わってくるので。そういう面でも、なんかいいなあと思いますね。あのう、エさんが、うんはい、あのこういうね、あの絵を描く、こう創作活動っていうのは。はい、どういうふうに、こう、こうきっかけとかってありますか、こういうのを始めたいやうーん。ニューヨークに行き,行きたかったんですよ。<あ>ニューヨーク、アメリカですね。うそ,うそう、古典はしてますけど。うん うん、そこで、うん、やっぱりいろんな人に見てほしいと思ってですねまずはニューヨーク行ってみようっ、うん、あじゃあ実際行かれた行きました行きました、うん、飛び込みで英語喋れないです相当難しかったんじゃないですか <laughs>、うん、結構なか飛び込みで行ってもなんか もう来るなみたいな感じで言われたりしなかったですか。そう、結構。察しましたよ、最初。うんうん。けどどうにか。コミュニケーションツールはダンスだった。ああ、そうなんだ。そうそう。へえ。じゃあダンスもできるってことですよね。ダンスがコミュニケーションで、で俺はこんなこともできるよみたいな感じでこう絵を見せたりしたように。なんか天狗みたいになって。 なんかダンスしながら絵描くみたいな感じじゃないですかたまにあります。音楽聞聴いてダンスしながら絵描く。何でもできるな。何もできるカレー味カレそれは隣にバーガーとか置いてまた描きながらとか。やっぱり、この絵が描くって決めてないんですよね。決めてない。そのところで出た。 あのあれ頭から出てるあの文だけ書いてそれに合わせていくみたいな感じですたね。そう。あのーうん、この打ち合わせとか一切しないです。しないだよ。すごいですね本当に、えー、プロですね。うん、例えば例えばですよ。<laughs> うん、この今私たちを見て、うん、なんか出てくるべイメージみたいなもあります。<ー>全然まだ喋って5本ぐらいしかなってないけど。カレーしか出てこない、ね。<laughs> <laughs> いや、ネパール人いるからあれしか出てこないって。あちウチ南人うち何人。そっち見たらチャンプル出てくるんです。かそうだね。沖縄チャンプル。デイズチャンプル。デイズチャンプルす。ごいですね。ネパールから沖縄からみんな混ざりますでこんなあれであの頭で考えてすごいこれ見たら今見たらですね。 すごい綺麗じゃないですか。綺麗すぎますね、これ。ううん、あ、ゴーストライターいます。いる、え、本当に。嘘です。<laughs> いたらびっくりだよ。<laughs> いいからびっくりだよ。<laughs> <laughs> そう。でも、なんていうのかな、なんか。うん、あのー。なんだ、日本人が書いたって感じがしない。ああ<ー>。これ、色合い、色の使い方とかが。うん 何だぱりこれはウチナン人が書いたパターンですよねえ違うよ日本人じゃなかったらウチナン人でしょ日本人とウチナン人は別なわけうん別ですよ先祖オランダ人いますよそうなんですかいますいます本当にじゃそこも入ってるんじゃないですか400年前ぐらいこれみんなあるかもしれないあるねみんなあるかもしれないこれって一人でやってるんですか すごいおおこのなんか例えばね一つの外壁とかに描くってなったらどれくらい時間がかかるものですか、うん、日数とかサイズによるんですけどだいたい2週間ぐらいあそうなんだあ時間はかかりますねうんこれ1日何時間ぐらい描けるんですかこういうの描くときはうん23時間ぐらい。 ずっとご飯も食べずに書き続けるんだすごいいやもうちょっと頑張らないとよ自分もずっと寝てるよ12時間ぐらいはラムちゃんラムちゃん飲んでる場合じゃないよネタができないっていうか飲んでる場合じゃないよいやすごい頑張ってないな本当にあすごい23時間テンション 落ちたら一時間ですぐ終わります。どっちかです。ああそうなんだ。本当に考えられないですね。芸術家だこれが。もうあのあれもないし、なんか打ち合わせとかもないし、普通に考えてないし、ジャズセッションみたいな感じかもしれない。自分で決めて自分でか。 決めてってていうか決めないんですよ。決めてない。くってても決めないですよねその場で書くってことは、そうだよねこれは相当難しいですね。そうだね自分に芸人なんですけども、その場でじゃネタやってと言っても私できないんですよ。練習とかしないと。一発ギャグやってとも、いや、ないよって言うんですけど、できないんですけど。僕の方が一発ギャグできそうですね。 もちろんですよ。いろいろできそうですね。これは。<laughs> あのテンさんはこうまあねこう絵を描いてて、こうねこう二十三時間もこう没頭するような感じっていうことはなんか原動力になってることとかってあるんですか。原動力？夢中になやっぱ夢中になるからそこまでね。人のつながりじゃないかなと思う。<えー S 3> 多分いろんな人会ってたらいろいろもらう。 いいも悪いもそのもらったものをどんどん絵にしていくっていう形でこの絵を描いていてい楽しいこととかありますか完成す,するのが楽しみっていう。 自分の思っていることとかがどういった形になるのかなっていうのですかねそうですね、えー、日本語って今、難しいと思って<し> <laughs> <laughs> そうだね、そうだねい,いざそういうのを口にするってなったらねなかなか言えないですよ、普段はいろいろ感じてるかもしれないけどね。う すごい、二十三時間もできないよね。できない、できない、できない。いや、二十三時間はもう、ご飯も食べるし、寝るし、二十三時間でいれいれ。寝ながら書いてる。寝ながら。寝てる、寝てる。寝てる間も、なんかいろいろ頭の中に出て。きいや、夢で書いてるんですよ。すごい、もう本当に。すごいですよね。ね、ね、あの、先ほどのホテルは、リーガロイヤルグラン。沖縄っていうこのホテルの方の、あの。 壁にもエイティさんの絵があるということなのであ。あります。い、ね、ぜひ見てほしいですね。あ、この絵があるんですか、この。これ。これとはまた別だけど、ま。あの、明日から個展なので。そうですね、えっ、ー、と、私たちも、こうね、あの、フライヤーをもらったんですけれども。はいはい、エイティさんの、あの、個展、作品の個展がですね。はい。ええー、十二月十二日土曜日、明日土曜日から、はい。二十日日曜日まであるんですけれども。はい。はい、えっと、場所がですね。レッセル。 ね、レ,ステルレステル那覇というホテルがありまして、はい、そこで絵画展があります朝9時からもう夜24時ぐらいまで、ね、ずっと見ることができるんですけれども、はい、明日はです、ね、このまあスタートということで、はい、夕方6時からレセプションパーティーがあるということで。はいまあ,ありますあの お1000円ですねワンドリンク付きで1000円で入っていただいてエイティさんの絵を見るだけじゃなくて、はい、他にもなんか楽しむことができるんですよね。DJ さん入れて、うんはい、ライブも予定をしてます。はいうんうん、あで、まあ、ワンドリンクなんでお酒とかもちょっと軽く飲みながら、はい、とあとライブがですね、はい、あのー、ユードプラティのプラティィさんが,がソロで。はい あ、入ってます。あ、すごいですね。え、で、この中で、エイテさんは、絵も描いたりするんですか?。ライブペイントします。あ、すごい。見れるよ。見れるよ、すごい。やっぱり行きたいんですけどね。いいじゃないですか。なおちゃん、歩いていけるはずよ、レステルのに近いですよね。近いよ、歩いていける。すぐ近い。すぐ近いですよね。え、あ、すごい。セッション見れるよ、セッション。 DJ さんも、うん、結構スペシャルゲスト、ね、スペシャルゲストはあ、ね、まあちょっとさっきお聞きしたいんですけどじゃあ、まあ、あっちでダンスもしますよねもちろんああどうしよう <laughs> <laughs> いやどうしようってどうしよう <laughs> ダンサーだからいやダンスもお願いしますよダンスしながら絵も描くダンスしながらワインのグラスそう思ってからダンスしながら絵も描いてから見ながらすごい楽しいようなライブになるみたいですよねやばいね <laughs> やばいね <laughs> もうこれ、これやったら、エイテンさんもお酒も飲めなくなるよ。そうだね。ええ、書かなくなる。そうでね。じゃ、お酒は飲めるんですか。そこは飲めます。ああ、はい、じゃ、あよかったです。ねよかったですね。まあ、ね、この、あの、セッションも、ライブセッションも見られるっていうことなので。なかなかね、これ、間違えるって、なかなかできないことなので、ぜひね、明日、見に行っていただきたいなと思います。明日はですね、ええ。 夕方6時からまあ24時まで、はいえー、レセプションパーティーがありましてワンドリンクで1000円で入、はい、っていただく形になります。場所はですねレステル那覇というホテルになります。で、えー、A 店さんの個展自体は、えー、12月12日土曜日から、えーえー、20日20日,日曜日まで、はい、あのやっておりますので、えー、いつでもあたち寄ってご覧になっていただきたいなと思います。さんはい あの、なんかなかなか、俺は喋らないよって言ってたけど、結構喋ってるじゃないですか。あの、そあの、あれですよ。喋、うん、れないので、絵描きになったんですよ。うん、あ、そうなんですか。<laughs> 絵,絵でいろいろ、しょう、表現しよかすか <laughs> こうしたら。みたいな感じですね。こう描いたら。わかりました。そんな感じです。じゃあ、ええ、書こうかな。はい、じゃあですね。あの、まあ、明日から、あの、個展も、あの、始まりますので、ぜひ、皆さんご覧になっていただきたいと思います。えっと、本日のゲストは、アーティストのエイテンさんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はいはい。 じゃあですね、えっ、ー、と CM に行きたいと思います。いますはい、行きましょうね。はい、うん、では CM です。 これれかららのの生活に求められるるは、きでで安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターンドケ k は独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去カビや匂い成分まで除去し空気をきれいにします大切な方へ安心できる環境を除菌脱臭機ターンドケ k のお求めはフリーダイヤル

これは、こんにちは、などという挨拶に使われる非常にポピュラーな内名口です。はい,さーい、さあ、いっしゃも集合パークのオリジンアワー始まりました。ゲストの方いっぱい来てますよ、今日は。まずは、めっちゃトイレに行きたい人来てます。はい,さーい、さあ、いっしゃ、いはいさしい

親しき中にも礼儀あり、ハイサイは気をつけて使ってねー 戻ってまいりましたよ。はいはいはい戻ってまいりましたよ。<ー>いや俺も絵描くあの描くようになろうかな。かないやいいんじゃない。もう私はもうハットのだけ絵描こう。ハット？早いはい。帽な？もうこれあの <laughs> そう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 あのラップのあれ。うんうん。いていこうかなもう本当に。<laughs> でもすごいよね。まあすごいですよ。出てこないよ。もう来ない、まあ、来ない来ない来ない。<ー>絶対にえー、っと。 ところで考え考えながらっていうか、もうディー、で。あれするんですよね。うん、そうそう。いや、ーすごいと思いましたよ。皆さんもあの、ぜひあのよろしければ、こちらの方に。行ってみてください。明日はね、あの素敵なライブセッションも見れるということなので、ぜひ。皆さんも行ってみてください。はい。はい、メール来てるようなので、ラムちゃん。メール来てるんです。ラムちゃん、久しぶりにね、読んでください。久しぶりに読もうかな。お願いします。漢字読めるかな。漢字読めるかな。いや、大変だな。はい、どうぞ。じゃ、あ行きます。はい。 えー、えーとですね、はい、こちらの方が、えーと、来てますはい。感じですねこのコナンちゃんはリエ,リエです、<あ>私の名前ですねあー、リエさんからですね、はい、リエさん、はい、ラムさん、あーラムちゃん、こんばんはなまして、なまして、うんはい、東京から国分地の加藤ちゃんですはい、ありがとうございますありがとうございますおき、はい、のまだ 暑いんですね、暑いんですねいいな、うん、いやいや、よくないですよ、いやいやもう雪降ってほしいんですよす突然ですが。して、突然ですが、が <laughs>、うん、今日はラムちゃんに質問があります。はい、え私に、ね、ネパールやインドのレストランで見かける,かける、うん、ほうれん草カレーで緑色してますね。はい いや一応ほうれん草と緑ですよねうん、うん、で加藤ちゃんの家で作ってみたらほうれん草は緑じゃなくてほうれん草は緑じゃなくて茶色茶色に茶色になってしまうんです、うん、どんなしたら綺麗な色緑色になります緑色になりますか、はい、ではではホースチバってねダニアバード、うん、あなんでかな<や>、えー、お家で作ったら茶色っぽくなる いや色は入れてる感じがしないですね。だけど緑するため野菜が使ってるんですね。ほうれん草だけど。<う>スパイスも緑っぽくなるスパイス使ってるのかないや使ってないですね、ほうれん草自分が思っている通りだ,だったらとあのほうれん草はほうれん草なんですよね。うんうん、でそれが緑のなるあのもう一人あの野菜が使うんですよね、一緒に。 あほうれん草だけじゃないんだ。ほうれん草だけじゃなくて、うん、だけどそれあの、えー、今日はえっ、ー、と私もあの色は使ってないと思うんですけども。はい またアジエンダイニングに聞いてから聞いてから加トちゃんさんに答えをましょうか答えの来週お伝えしますのでお待ちくださいではメールありがとうございましたありがとうございますもう一つ来てますねもう一つ来てますねえっとリエさんラムちゃんこんばんはお久しぶりお久しぶり

ああ、ご結婚おめでとう、うん、はいありがとうございますおめでとうございます、はい、えっと世の中世の中嫌、えー、なニュースばかりの中、えー、こんなこんなにめでたいことはありません、うん、はいありがとうございますいやそうですよね、はい 何々く末永く末永く幸せにお幸せにお幸せにりえさんにですねはいそうですねりえさんにですねはいはい今日は仕事休みだったのではいえっと何これ差し入れにあ差し入れに届けましたケーキを届けてますケーキを届けましたわーすごいケーキを届けましたえケーキはい私聞いてなかったけどいや私も聞いてないよあじゃありえさんにえりえさんだけかなケーキは はい私もいますよ万代さん私もいますよリエンさんだけどっちでもらったんですよはい来ましたよ来ましたエーデルワイスのケーキだやったわーわーチョコレートのやつとあとこれはなんだホワイトクリームがかかってるけどなんだろうえ、ホワイトもかかってるのどっちがラムちゃんはどっちがいいですかいやいや見えてないよはい。

えリーさんはどっちの方がいいですかね私レモンの食べたいなレモンですかレモンはない記録はないこっちなんでいろいろはないからレモンはないレモンの上にからホワイトクリームがかかってるんですよホワイトクリーム今日はレモンのレモンドレスが来てからレモン味が食べたいですねビタミンカラーだからさ差し上げますはいいいですかおお。はい あいや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 あやい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 やややってなんでこれお、どうぞこれはレモンケーキですねあらーかわいいでしょ見て見れますかねあ見れますよもっと見れてますもっと見れます白いけどだからあ、こレモンがこのホワイトクリームの中に入ってるとか味もわからないし何入ってるかもわからないし味もわからない後でも食べてないかな美味しそ美味しそうです

ラムちゃんからどうぞもう女性からです女性からいいですかレディファストですよレディファストネパールはレディファストですよレモンのタルトをいただきましょうねはいどうぞいただきますうん。おうまそうに甘酸っぱい甘酸っぱいい酸っぱ酸っぱいじゃなくて酸っぱ酸っぱいじゃない甘酸っぱいレモンだから酸っぱいと思ってたんですよ 美味しい。美味しい。うん、なんか甘すぎずさ。はいはい。このレモンのさっぱりとした、あの味わいもあって。美味しいです。ねい。いですね。じゃあ、はい、ラムちゃんは。チョコのタルト。チョコのタルト、どうですか。チョコのタルト。うん、うん。チョコのタルト。え、これは取れないな、まずは。取れないもんだな。うん。見えてます。皆さん。取れました。はい。いただきます。はい、どうぞ。どうぞ。うん。 いやチョコレートは美味しいでしょうもういやチョコレート美味しいですねう美味しくないという人はいないよチョコレートめちゃくちゃ美味しいですね <laughs> マンダイさんありがとうございます。マンダイさんささ、いろんなスイーツのお店知ってるけど、知ってますよね。すごいよね。大好きなんだね、スイーツが。こういろいろ大好きですね。こんなお店のこのお店のこれ食べたいなとかいろいろこう調べるのが好きなのかな。ああそうですよね。ねいやこれはどこからでした。これエーデルワイスっていうお店があるんですよ。あこれは名古屋にあるお店ですよね。なんで。 なんで名古よ。な<や>にあるよ。あ、なにある。なみあるよ。あ、そっ <laughs> いやもうあの遠いところ名古からかなと思ってて。<laughs> いやおめちゃくちゃ美味しいから。<laughs> 美味しいのは名古屋にあるの？いや,いやいや美味しいのは絶対に遠いところからなと思って。<laughs> 名古屋か東京と思ってたんですよ。<laughs> あ違う？<laughs> パレットく文字このパレットく文字く文字のデパートがあるでしょ1階にありますあ1階にいや近いですね近いですねいや自分一人でも行けそうなところですねリエさんはもうね時間がないから行けないんですよねもう今日もディナー作らないといけないんじゃないですかお家帰ってそうディナー作りますよいや毎日ですよ皆さん毎日幸せですね あの豚肉、豚バラ肉を使った料理をしてみようかなと思ってますね。ああ、いや、うん、豚肉買ったんですか？はいはい。今から？あ、買っても冷凍庫に入ってますね。おお、すごいなー。<laughs> いやーすごいですね。<ー>で、リエスさんってケーキとかも作れるんですか？いやケーキは作れない。作る。 なんかあんまり作ろうという気持ちになったことがない。あまあーそっか <laughs> <あ>やっぱり肉好きだからね。わかる<え> <laughs> なんかあんまりチャレンジしたことがないこうでこうデザート系をケーキ作ったりとか。今からですよ。今からかな。今からもう旦那さんのえー、っと誕生日にケーキ作らないといけないんですよ。ね、そうですね。うん頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。<laughs> <laughs> 頑張りますね自分も料理は作れるんですね。もちろんネパールの料理とかインドの料理とか中国とかネパールの甘いケーキとかっていうのあるありますよ、もちろん。だけど自分もケーキは作れないですね。自分の調整しないといけないんですけど。 ケーキは好きですね。好きですか。食べるのは好きですよ。作るのはるのはそうだそうだよ。食べるのは好きですね。うんうんうん。すごいな。すごい美味しいめっちゃ美味しいわ。いいですね。はいはい。はえーってもうもうすぐ暗くなりましたね。あ結構暗くなってきましたよ片ちゃんさん。やっとですね。だ六時前に六時前ぐらいから。 結構ね、暗く、こう、私たちがさ、私たちがラジオの時は、お互いを見て喋ってるじゃない。はいはい、そうそうそう。ラム、ラムちゃんは私を見て、私はラムちゃんを見て喋ってるから。はい、ラジオが終わった時に、不登校、ね、外を見ると、あ、結構暗くなってるって気づくんだよね。<laughs> もまた6時になってないのに早いですよね <laughs> そうよやっとや、ね、ご飯食べる時間だな夕うごはですねそうですねこの今の,この向かいのマンションとかもあの街灯がつき始めてますねそうですね廊下とかの廊下や階段のライトがついてますねそうですねもうすぐあの飲む時間ですねやっぱり夕方になると飲みに歩く時間なんですけどもまあまあ今はねもうすぐあのコロナの薬いろ,いろいろところに出てるから日本もね そうですねイギリスではもうね、始まってますけれどもそうですね、日本にも来たら、あれしたらまた、1年前の春も夏も冬も戻ると思いますので、そうですね、皆様楽しみですね、そうですねもう本当にね、いろいろところにも行きたいし、美味しいご飯も食べたいし、飲みにも結構歩きたいし。そうですね きのうさ、メインプレースに行ったって言ってたじゃない、これはあのちょっとカフェでカフェで,フェでちょっとおしゃべりしようということで行ったんですよ。で、久しぶりにあの東京ハンズってお店があるでしょ、東京ハンズの隣にハンズカフェっていうのがあってそこに行ったんですよ。あはいはい、誰と あ、このねこ、後輩のカノンちゃんっていう女の子とね、あ,あ,あのなんかあったね。つあのツイッターに載ってたでしょ。ツイッターに載ってた。うん、ああ<ー>、そうもう。そうあれではい、はい、まあお腹空いてるからご飯も食べようって言って、その後なんかスイーツも食べようってなって、ははい、はい大きいパイとあとなんかチョコレートとプリンのなんかケーキも食べて、はいはい、なんか久しぶりにこうゆっくりカフェでご飯食べたりとかしておしゃべりしたなって感じ。その今までねもう。 本当に半年以上こういうカフェに行ったりもしてなかったからあなるほど今まではよくなんていうの女子会こう女子トークしようって言ってよくカフェに行ったりとかしてたけどはい、はい、このコロナの状況で全然カフェにも行ってなかったからめっちゃ久しぶりだなと思って楽しかった楽しかったですよかったですね、うん、で結構ねお一人様もいたんだよねじあの一人で女性とかも男性も一人で。 カフェでごご飯とか食べながら過ごしててる人もいて結構いるんですよね最近いるとよく見えてますね、うん、スターバックスとかマックとかも結構一人席が最近増えてますね,そ,ですねでそこでパソコン使って飲みながらですよね,すね仕事するあの方もいるんですけれどもいや勉強する人もいるんですけどもねすごいと思いますよ、うん、だけど私あんまりカフェで勉強したいと思わないんですけど <laughs> いやどんなですか あなんかたまにこう気分を変えたい時は行くかなずっと家でやってたりとかするとやっぱあの誘惑がいっぱいあるさテレビを見ちゃったりとかさあなんか携帯でネットなんかいろいろ見たくなったりとかって誘惑が出てくるからちょっと気分を変えて外で、ね、あのカフェとかに行ってコーヒーとか飲みながらなんかやるとかなるほどなそうですね気分を変えるか。うんうん 自分私たちは,たはあのこう何て言うの学生の時はい、はい、高校生とかの時はよくマクドナルドとかモスバーガーとかに行ってたよ勉強するためにあ勉強するためにうん,えなんでお家ででで家勉強できないのってことですよ、ね、そうそうそうで友達同士で集まれるわけ。 ああなるほどねマックとかだったら100円バーガーとかさ100円で買えたりもするじゃんいも安いですよねはいそうそうだから結構ね集まったりとかしてみんなで勉強して教えあったりとかあもうしてましたよいいいいでいいでしょううんすごいですねうん、うん、でもラムちゃんほらカットちゃんさんがラムちゃんにはアジアンダイニングレストランがあるじゃないって言ってるさアジアンダイニング言ったらもう、うん、あっちで勉強できないですね <laughs> あっちで <laughs> あ,のあっちで本が読み始めたらみんなネパール人の私の周りにいるはずですよ。<laughs> え今日はなんか、えー、太陽が、えー、あ,のあっちから出たみたいな感じで南から出たみたいな感じになる <laughs> <laughs> そうなの一応も、えー、あそうですよね。うなるから、えー、あなんか旧しかわしの俺さんはあの去年は A&W で勉強してたよって6時間ぐらい迷惑だったはずねあ資格取るってね言ってましたからね。 あ、じゃあこの旧ぐしかわの俺さんからメール来てますので読みますよはいはいはい。はい、FM ナハを出入り禁止になったチャンヒビネパール人っぽいラムちゃんいやっぽいじゃないラムちゃんネパール人です <laughs> 全身対一のオシロクマさんパーソナリティの平均年齢を高くしている近所リエさんお疲れ様ですお疲れ様です旧ぐしかわの俺略して旧ぐしかわの俺ですところでかなり意外かもしれませんが旧ぐしかわは一足お先に先っぽがヌルヌルですニリあニリ さん先っぽからもるしつこいな、もう <laughs> さてしぼっぽい話はこのくらいにしてところで今日は皆さんと同様車のラジエーターを交換しましたあいや交換しましまたラジエーターはヤフオクで検索すると送料込み8000円でしたが近所の買いたい屋では5500円でした僕は低所得者なので近所の買いたい屋で5500円で買いましたところが買ったのはいいのですが雨が続き1週間が経ってしまいました。 これではまるでラジエーターを買って1週間経つようなものでそのままだよ <laughs>。ということで今日はやっと天気が良くなったので仕事を半休取って作業しました。ラジエータータのの交換ををするるに気をつけるのは 冷却水が冷めるのを待つことですあ、そうなんだあ、そうなんだ。暑いまま作業すると火傷します確かにねんチャンリアも気をつけてねいや気をつけてね皆さんは解体屋に行ったことありますかいやありますか2人が答えてくれると嬉しいですが僕としてはどっちでもいいですなんでいやいや <laughs> さて何を書いてるのかわからなくなってしまいましたがナム <laughs> ちゃんメール頑張って読んでねいや頑張って読んでねさて前置きはこのくらいにして <laughs> ところでおいチャイ日ビ、今忙しいから絶対電話するなよ絶対電話するなよ急ぐしかわしの俺でしたサータンアンダギーって ラジエーターを自分で交換するとか<ー>なかなかできませんからできないですすごいですよ本当に俺さんねすごいですよね、うん、いや,いや本当にすごいもう本当にまあこんな冷却水をね で冷やすのを待つっていうこの,このコツまで教えていただきましてあ,ありがとうございますありがとうございます、えー、ちょっと今日ですねもうそろそろ時間なんですけれどもラムちゃんどうでしたか今日のラジオはあきょのラジオは楽しかったですまたあの、まあ、いっぱいメールとかも来週も待ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますではもうちょ今ょお時間になりましたのできょ、はいえー、今日終わりにしたいと思います皆さん また来週会いましょうね。会いましょうはい今日は、ダニバドーダニバド